池上正宏は、東京都世田谷区出身の元旗手、元調教師。息子の章はも調教師で、安田隆義元調教師は叔父、安田和隆元調教師は重廷、隆義の孫で声優の河合咲子とは遠赤にあたる。同年デビューの岡部幸男、福永陽一、柴田正と、伊藤正則ほど華やかな活躍が見られなかったものの、引退まで多くのレースに起動した。 この他の同年デビューは、清水栄二らがいる。なお池上はデビューこそ1967年である。ものの、厳密に言うと、馬事公演14期生であったため、安田富夫、平井裕二、田島義保、小島太志と同期である。1963年に、馬事公演長期騎手養成課程14期生として、騎手候補生となり、1967年に、中山、 小賀吉造級者からデビュー。同年3月4日の東京大級競争5歳以上130万下、伏見で初起場を果たしたが、1ヶ月後に東京松山吉三郎級者へ移籍し、6月24日の新潟第六競争4歳以上をオープン治路3万で初勝利を挙げた。1970年3月1日。 騎手引退と同時に開業した安田孝義厩舎に移籍し、同級者の主戦騎手となった。9月13日には目白朝まで函館記念を制し、重賞初制覇を果たす。同馬で天皇賞も制し、GI 級レース8代競争初制覇を挙げた。後に池上は騎手時代の思い出の馬として目白朝間を挙げている。また、池上の天皇賞の制覇は、 当時の同競争での史上最年少騎手による制覇でもあり、馬事公園長期騎手課程第14期生では最初の八大競争聖覇騎手となった。1973年には白鵬賞で札幌記念オールカマーを勝ち、迎えた天皇賞では一番人気に押されたが、スタート直後の故障により競争を中止した。1976年には東商ボーイとコンビを組み、 無傷の4連勝で、サツキ賞を制する。しかし単枠指定で迎えた東京優春では、池上が、同馬について漏らしていた。馬が若いので、束に寄られるとひるむところがあるという弱点を、クライムカイザーと、加賀につかがたけしみに疲れ、2着に敗れる。自走の札幌記念も出遅れて2着に敗れ、池上は東昇防衛を下ろされることとなった。1980年代以降はこの頃より、 大レースを徐々に勝ち出して注目されるようになった同期の安田や小島ラットは対照的に池上はこれまでの活躍ぶりから一転し、重症勝利は愚か勝利数が激減し、現役裁判年には起乗数自体も大幅に減少していた。1988年、調教師試験に合格し、騎士を引退。 岐手時代の通算成績は1679,138勝。翌1989年、旧社を開業。初出走は同年4月30日に同馬で初勝利を挙げた。2010年6月19日、福島競馬第10レースで管理場のダイワナイトが勝利し、JRA 通算300勝を達成。 2018年2月28日付で定年のため長教師を引退することになった。最終日には中山競馬場で騎手時代同期の小島らとともにお別れセレモニーが開かれた。括弧内は池上騎乗による優勝重賞競争。ありがとうございます。